セイルチア祭の紛争をした少女たち。20世紀初頭のスウェーデンの写真、セイルチア聖人祭は、キリスト教の聖人セイルチアの生命祝日を祝う行事で12月13日に行われる。クリスマスシーズンのアドベントが始まる頃に行われる。西方教会では、伝統的に重要な生命祝日で、スカンディナビア諸国と南欧が主として伝統的行事としている。 スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、イタリア、ボスニア、ヘルツェゴビナ、アイスランド、クロアチアで行われる。16世紀にグレゴリオ歴が改定されるまで、セールチア祭は北半球の当時の日であり、スカンディナビア諸国では12月13日に一家の子供の中で年長の少女が祝祭に参加する。少女はセールチアに噴してろうそくの冠をかぶり、 同クを手に持ち、同じ紛争をした少女たちと一緒に更新する。同クは、生命を奪うことを拒む、火の象徴である。少女たちは、ナポリ民謡、サンタルチアのメロディーを歌いながら、部屋へ入ってくる。エンリコ・カルーソーが録音したことで広く知られる。この歌は、ナポリの美しい港の情景を歌ったものだが、スカンディナビア諸国の死でワルチアが、闇の中から、 光と共に現れたという内容になっていて、各地域の言語で歌われている。更新の際には、クリスマスキャロルや、その他のルチア祭の歌を歌う。スカンディナビア諸国がかつてカトリックを信仰していた頃、ルチア祭の夜は、他のキリスト教の聖人たちと同様に祝われていた。しかし、その伝統は1530年代の宗教改革で、途絶えた。ユリウス歴によると、 ルチア祭の夜は一年で最も夜が長い。雪が降る前の11月と12月の夜は非常に暗く長いことから闇から光が現れたという考えが特に北国で伝統的に支持されてきた理由だ。ルチアの歌を歌う子供たち。スウェーデンスウェーデンでのルチア祭は再生の意味を帯びる。ドイツで女児を持つプロテスタントの一家が子供に。 子供のキリストの紛争をさせクリスマスプレゼントを手渡したという行事が持ち込まれたためである。クリスマスイブに子供の頭にろうそくのリースを飾り、飴やケーキを手渡すのである。また他に古いスウェーデンの伝統行事である、星の子供たちがルチア祭に取り込まれたのだという節もある。どちらのケースでも白いドレスを着た女性が頭にろうそくを飾り、 ルチアの日の朝に現れるという現在の内容と似ており、1700年代後半のベーネルン湖周辺の地方からゆっくりと国中に広がり、1800年代には全国で見られるようになった。家庭でのルチア祭の行列をカールラーションが描いている。一家の年長の娘がロウソクのリースをかぶり、白いドレスを着てルチアの歌を歌いながらコーヒーと ルチアの小型ロールパンを両親へ運ぶ。同じ紛争をした他の娘たちが手にろうそくを持って、それを手伝うが、年長の娘と違って、リースを身につけない。現在の公的な更新は、1927年のストックホルムで始まった。地元新聞が、その年のルチア役を新聞で公募したのである。これを発端として、地方紙を通じて、国中にこのやり方が広まった。 現在、多くの都市で、毎年ルチアを選出する。学校で、ルチア役を選び、助手の娘たちを、生徒の中から選んだりする。スウェーデンを代表するルチアは、国営放送の番組で、地方大会優勝者の中から選ばれた。地方選出のルチアは、地元ショッピングモールや老人世帯、教会を訪問し、歌を歌いながら、ジンジャークッキーを手渡す。最近、 ブロンドの白人でなければ、ルチアになれないのかという議論が巻き起こった。しかし、ルチアの選出は人種の違いを問題とはしておらず、2000年に初めて非白人の少女がスウェーデン代表のルチアとなった。今や行列の中には少年もいる。白い服を着るのは同じだが、黄金の星を飾った円錐形の帽子を被る者も,もいる。ランタンを持った。 トムテの紛争をする者もいる。また、ジンジャーブレッドマンのなりで参加する者もいる。彼らは特に、キリスト教最初の殉教者、ステファノの歌を歌う、ルチアのロールパン。サフランを使うので黄色くなる。伝統的なロールパンの一種、ラセコットは、サフラン入りで12月13日に食べられている。セールチア祭は、スウェーデンの休日ではないが、 国で親しまれる行事である。ルチア祭の夕方から夜にかけ、想像しいことで知られる。高校生などは、しばしば夜通しパーティーを開いている。デンマークの学校でのルチア行列デンマークでは、セールチアの日が1944年12月13日に初めて祝われた。スウェーデンの伝統を真似て導入されたものである。闇の中から光が現れるという意味合いは、 第二次世界大戦中ドイツに国土を占領されていたデンマーク国民の抗議を潜在的に意味していたが、それまでこの行事は行われていなかったのである。スウェーデンからもたらされた行事はデンマークではキリスト教において中心に据えられる行事へ変質した。毎年クリスマス行事と連結して、ほとんどの教会で地方行事の一環として行われる。学校や幼稚園でのセールチ野菜は、 クリスマス休暇前の最後の日に行われている。しかし、社会全体で行うというインパクトはない。広く認知されなかったことで、特別の歴史的な伝統と祝祭がつながった。夜になる前に、ろうそくが灯されて、すべての伝統が消される。12月13日に、最も近い日曜日には、デンマーク国民は、伝統的に教会へ行くのである。デンマークで歌われる。 サンタルチアは明らかにキリスト教と密接な内容である。セールチアは北東イタリアのトレンティーの東ロンバルディア、ベネト州の一部、エミリアロマーニャ州の一部では良い子には贈り物をくれ、悪い子には石炭をくれるという成人として特に子供に人気がある。子供たちはルチアに捧げる食べ物はないか尋ねてきて、 ルチアが贈り物を運ぶ手助けをするようゾラとブロバの人形を用意する。子供たちは贈り物を配るセールチアを見ることができない。なぜなら、彼女は誰かに姿を見られたら、見た者の目に灰を投げて盲目にしてしまうからである。シチリア島や、シチリア島からの移民の間では、クッチャという小麦粒を茹でた料理が、セールチアの起こした奇跡の記念として食べられている。 スカンディナビア諸国やドイツからの移民が多いアメリカ福音ルター派協会ではセールチアの生命祝日12月13日を着古した赤い色服を着てモテなす。通常、アドベント最中の日曜日は12月13日に近い日なのでスカンディナビアでの更新の伝統に則っ,って祝われている。ありがとうございます。